派の代表だから。まあね、大きさがわかんないんだよ。大きさ？これ写真だったな。この写真は写真だ。わかる？こうやってさ、手でやってさ。はい。はい。はい、すいません。はい、ありがとう。はい、頭長沢やもち。よっしゃ。そうねんて。でも魚昨日山口もなくて。今日来れば。今お昼をどうしようかね。これ山口さん。これ。これ。ないない。何エビですかこれ。これ味わいてるな。島エビ。これね本当そうだ。出席やっといた。あの人に言われて。ありがとうございます。なんかなんとかね。金沢でちょっと近いですけど、前の晩に孫二人泊まりにして学校出してご飯食べさせて学校出して、それでから行ってくれるかなら行ってもいいっていうやがやしだったら。厳密なんてありません。この漢字三文字には人間の願いや希望が込められております。隣の門を吹く徳と書かれました希望、屋根には金箔でも飛ぼ